いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、ソフトバンクホークスのルーキーチェック行ってみたいと思います。では、早速見ていきましょう。まずは1位。佐藤直樹外野手 1998年9月3日生まれ、兵庫県出身。身長178センチ、体重は85キロ、右投げ右打ち、遠投115メートルで、50メートル走5.8秒と走行士のバランスが取れた即戦力外野手です。宝徳学園から JR 西日本に入社、社会人一位指名ですが、高卒社会人ですから、まだ年齢も22歳と、これからの選手です。左打ちのバッターが外野に多いソフトバンクにおいては、将来の主軸候補ですね。 石川選手の外れ1位とはいえ、その鋭いスイングからは長打も期待できます。守備と総力に関してはすでに1軍レベルと言えるでしょう。ソフトバンクは一時故障者続出で、外野手が非常に手薄になった時期がありました。そういった面でも佐藤選手の補強は戦力的に大きいと思います。そして2位が海野高志補修。 1997年7月15日生まれ岡山県出身身長1 7 3ンチ体重は8 3キロ右投げ右打ち二塁早急タイム1秒7と肩の強さと早急の正確さは超一級品東海大学では2年春から正捕手を務め3年春に首位打者4年秋まで連続ベストナインを受賞しますまた日本代表として日米大学選手権全5試合でマスクをかぶり優勝へ導きました3位は津森祐希投手1998年1月21日生まれ 和歌山県出身,身長 177cm 体重は 81kg 右投げ右打ち。 東北福祉大学3年の時に全日本大学野球選手権大会で優勝。サイドスロー投手で独特なフォームが特徴的ですが、強い腕の振りから最速149キロのストレートを投げ込むファーピッチャー。甲子園出場経験はありませんが、大学時代は1年春からリーグ戦に登板し、ショートリリーフで5試合、6イニング、9奪三振、無失点を記録します。こう、ストレートが浮かび上がってナチュラルにシュートする時があるんですね。スライダーも投げますから、左右の投球幅にバッターは狙い球を絞りにくい スタミナもありますから、中月投手としてソフトバンクにとっては大きな戦力になることは間違いないでしょう。4位は小林位内野手。2001年5月7日生まれ、北海道出身。身長183センチ、体重は86キロ。右投げ右打ちの大型内野手です。東海大札幌高校時代は投手兼外野手として最速150キロをマーク。遠投も120メートルと強肩の持ち主で、プロでは内野手として指名されました。高校通算30発を放ち、趣味のスピードスケールを 生徒で鍛えられた下半身で50メートルもですね。5.9秒と瞬速強打の持ち主です。全国大会などの実績はありませんが、とにかく体が強く、スピードとパワーの持ち主です。5位は柳町達、鶴ヶ谷州。 1997年4月20日生まれ、茨城県出身。身長は180センチで体重75キロ。右投げ左打ちです。慶応大学で1年春からセンターでレギュラー。打率3割1分1輪本塁打2、打点8でベスト9を獲得。思い切り振り切るスイングで長打を放つ左打者で、逆らわずにですね、逆方向へも打てます。高校時代は通算30発以上放ち、パワーもありますが、大学時代はですね、102安打とミート力も持ち合わせています。上林選手がね、怪我で出られない時とか、 出場チャンスがあると思うんですよねまたサードも守れますからチャンスをつかめば早い段階で1軍で活躍しそうな楽しみな選手ですね。 王者ソフトバンクは昨年手薄になった外野手をメインに即戦力を示した傾向にありましたがしっかりと海の星やつもり投手などバッテリーの強化も怠ってはいません現在レギュラーである選手層がものすごく分厚いホークスの中ですがソフトバンクは若手を育成するノウハウを持っていますからブレイクする選手が何人も出てきそうですよねつもり投手なんかは即戦力ですから中継ぎとしてすぐにでもこう登板すると思いますし1位の佐藤選手なんかも途中出場や左投手の時とかはねスタメンとかもあるかもしれないですねということで でね、ソフトバンクホークスのルーキーチェックでした最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょう